作、蓬莱橋にて訓風が流れてくる東西にしつらえた低い石垣を隔てて離れの西は母屋東はみかん畑みかん畑は今が花の盛りである。 今井岩は雑巾がけの手を休めかぐわしい野襲の香りを吸い込んだ「ここが安住の地となりますように」「思わず神仏に祈っている」「嫁いで15年岩の半生は波乱万丈だった」と言っても彩りに満ちた胸躍る半生というのではない」 次から次に災難が降りかかり片時も不安が消えなかった身をこごめ息を潜めるように生きてきた先日岩は夫の信夫と二人静岡の宮居を引き払ってここ初倉村坂本261番地に入植した初倉村は大井川の南岸牧之原台地にある。 東海道のの金谷宿に隣接しているので、かつては宿の喧騒がこの辺りまで聞こえてきたというだが維新を経て蓬莱橋が仮設されると旅籠の大半が廃業に追い込まれた川越人足の姿も消え宿はさびれた今やせわしげに行き交う旅人を見送る通過点に過ぎない 私どもが入職した頃はまだにぎわっておりましたよ。9年前の明治2年1869年に牧之原開墾方を命じられ旧幕臣を引き連れてやってきた元新番組の長中条景明の妻女は岩に当時の村の様子を話しついでに武士が畑を耕す辛さをため息混じりに語り聞かせた。 岩の不安は、開墾の真句ではなかった。夫が今なお引きずっている過去の重荷である。静岡で学校を設立、教育に携わっていたとき、夫ともども思わぬ抽象や視覚の影に脅かされた。当時の記憶はいまだ生々しい。信夫は、爆心だった。維新前は、 京都見回り組に属していた。喧嘩として凄腕を振るっていたという。その後、戸場伏見の戦い、将棋隊の戦い、さらには藍津長岡、函館と母親戦争を転戦した後、官軍に捕らえられた。晴天白日の身となって出獄したのは明治5年だ。一旦静岡へ落ち着き、数年後、 新政府から伊豆七島の巡視を命じられて八丈島へ単身赴任その翌年には西南戦争が始まり西郷軍討伐隊の隊長を命じられた伊和がここ初倉村で今度こそ夫と二人心安らかに暮らしたいと願うのはそうした激動を経てきたからだ夕下は何にしようか そうそう旦那様のお好きなタケノコを煮ておきましょう夕飯の献立に頭を悩ませるその平穏がありがたい手早く拭き掃除を終えた離れは茶畑の開墾が実った時茶葉をより分ける作業部屋にするつもりで建てた広々とした土間に四畳半と三畳の座敷がついている 目下のところは空き部屋だがその日を夢見て頻繁に風を通し畳屋さんを吐き清めているたらいを抱え土間に降り立った戸口へ歩み寄ろうとした時離れの北側にある馬屋から馬の稲きが聞こえた飼い馬は一頭切り老いぼれだが鋭敏な馬だ稲きに続いて 前足で砂をかくような音がする。人の気配に興奮しているらしい。もしや、死角では。動機が早まった。この家は三方山に挟まれた、通称あずさわと呼ばれる小盆地にある。ここに家を建てようと進めたのは岩である。人目を避けるためだ。 ご維心から十一年が経っておるのだ。資格の心配はもはやなかろう。夫は岩の懸念を笑い飛ばした。があえて反対はしなかった。備えあれば憂いなしである。やはり案じた通りだ。この後に及んでもまだ夫の命を奪おうと付け狙う者がいるらしい。岩は動機を沈め、 音を立てぬよう、たらいを足元へ置いた。半開きになった戸の影から、表を眺める。人影はなかった。馬はまだ落ち着きなく物音を立てている。忍び足で馬屋へ近づき、裏手へ回り込んだ。馬屋の裏手は山の斜面で、その手前に桃の大木が立っている。 木陰に人がいた。小柄な女だ。色あせた木綿の小袖を着て、髪を崩し島田に言っている。つま先立ちになって、馬屋の窓から中を覗き込んでいた。女。岩は首をかしげた。暗がりなので顔はよく見えないが、凶器らしきものは持っていない。 死角ではなさそうだ。安堵の息をついたとき、女が岩を見た。岩は息を呑んだ。女の僧帽に殺気があった。一瞬、山猫のように飛びかかってくるのではないかと思った。女はくるりと背を向けた。紅の毛出しの裏地をひらめかせて、一気に山の斜面を駆け上る。 我に帰り引き止めようとした時はすでに遅く女の姿は雑木林の中に消えていった呆然と林を眺めた一瞬の出来事だ幻だと思えなくもなかったがそれなら馬がいななくはずがない何者だろう 入職者の妻たちの顔を思い浮かべてみた。当てはまる女はいなかった。村人についてはまだ日が浅いので何とも言えない。それにしてもあの殺気は一体何だったのか。不安を抱えたまま母屋へ戻る。母屋の掃除に戻っても、その後やりかけの縫い物をしている時も、夕下の支度に取り掛かってからも、 射抜くような女の眼差しがまぶたにちらついて離れなかったただ事ととは思えません夕刻開墾作業を終えて帰宅した夫にいわは不審な女の話をした母屋の西側には沢が流れている沢から庭へ竹どいで水を引き込み洗い場にしていた 諸肌脱ぎになった夫の背中を濡れて拭いで拭きながら「何やらぞっといたしました」岩は声を震わせたいかような女だ信夫は尋ねた「別段動じる風はない信夫は目鼻立ちの整った品の良い顔をしている。 数々の苦難をくぐり抜けてきたはずだが、すさんだ色はなかった。岩が初めて夫と出会ったのは、15年前の文久3年、1863年である。信夫は23だった。密貿易取締役を命じられ、横浜へ赴任して間もない信夫に岩を引き合わせたのは、上役であり、 柔術の指南役でもあった神奈川奉行久保田備前神だ二人はその年のうちに祝言を挙げているあの頃と見た目は変わらない青年時代湯島の聖堂に通って和歌や絵画を学んだという落ち着いた物腰も当時のままだだが信夫にはもう一つ直進影流の免許改伝 片手打ちとい公務所の師範代や奉行所の剣術教授方を務めた剣客としての顔があった旦那様はいまだに剣客の顔を隠し持っておられる根拠はなかったがいわば時折ふっとそう感じることがあった薄暗いので ようは見えませんでしたが、みすぼらしい小袖を着た痩せた女子で、と申しましても若い娘ではありません。三十半ばは過ぎておりましょう。ですが、眉もそらず、歯も染めてはおりませんのゆえ、人妻ではなさそうです。私を見返した目は、まるで切りつけるようでした。山肌を駆け上るとき、 女の裾からこぼれた紅木綿の毛出しがまぶたに浮かぶ鮮やかなその色は眼光の激しさと相まって女の生々しい情念を匂わせていったおそらく村人ではなく遠方から参ったのでしょうこの家に私どもがいると知ってはるばる訪ねてきたような気がいたします 三十半ば過ぎの女か心当たりはないが信男は眉を潜めた心当たりはなくとも恨みを買う理由ならいくらでもあるあまたの戦を経てきた敵兵の命をいくつとなく奪っているその上京都見回り組に配属されていた時代の汚れ仕事があった 夫の顔に苦渋の色が浮かんだのを見て、いわは胸を疲れた。いずれ、旧幕臣へ恨みを抱くものでしょう。ですが、すでにございましたゆえ、案ずるには及びません。つまらぬことをお耳に入れてしまいました。不安を振り捨て、夫にわびる。今となってみれば、 見知らぬ女を見かけたというだけで動揺した自分が恥ずかしかった「夕げにいたしましょう」夫の背に洗い置きの小袖を着せかけ一足先に家の中へ戻る不安を口にしたことで心が軽くなっていた長い年月耐え忍びやっと手に入れた平安である過去の亡霊に乱されてなるものかと 改めて思う。女の面影をいわば念頭から消し去ったその夜奇妙な夢を見た女が地べたにうずくまって泣いている足元から毛出しの紅がのぞいていたそのせいか素足のかかとが異様に白く見えるひび割れが際立ち 風雨にさらされた石暮れのように、かかとはざらついていた。しゃくり上げるたびに、女の薄い背中が波立つ。その様が痛々しく、岩はそばへ歩み寄って抱き起こそうとした。すると女は山猫のように跳ね起き、岩に飛びかかった。思いのほか頑丈な指で岩の首を締め上げる。 息苦しさにうなされて目を覚ました額に油汗が浮いている女の指の感触が首筋に残っていた不吉な夢だこと息を整え闇を見回してはっと目を見張った隣に寝ているはずの夫がいない慌てて飛び起き 縁側へ出てみると雨戸が細く開いていた岩は素足のまま庭へ降りた中庭にも夫の姿はなかった石垣を抜け離れを覗くそこにも夫はいなかった馬屋へ行ってみようと回り込むそこで息を呑んだ信夫は石垣の脇に佇たずんでいた 石垣は腰ほどの高さしかない。背後の闇をみかんの白い花が覆い尽くし、その中に野望の上半身が影絵のように浮かんでいた。片手に脇差しをつかんだ後ろ姿に危機迫るものがある。いかがなさいましたか押し殺した声で尋ねた。野望は振り向いた。 人の気配がした。誰ぞおりましたのですかいや、気のせいだろう。穏やかな表情に戻っている。起こしてしもうたの。妻を促し、先に立って歩き出した。石垣を抜けたところで、岩は衝動的に夫の袖をつかんだ。 あの、夫は何かを見たもしかしてそれは自分がたった今夢で見たものと同じではなかったかどうしたい,いえ伊和は手を離したお足元にお気をつけ遊ばして夫の胸の奥の痛みをつつき出すのはやめた方がいい 女のの話を蒸し返すのは怖かった「それにしてもあの女は何者かさっきだった僧帽が浮かんでは消え朝まで眠れなかった」「今井屋敷の敷地の北西馬屋の並びに人が一人通れるほどの裏道がある。 急な上り坂の上に雑木林の間を縫ってゆくので日頃は使われていないがこの道は重要な意味を持っていた開墾形たちお中条影明の屋敷の裏庭に続いていることが起こった時直ちに連絡が取り合えるようにとの配慮だった中条家の下僕の八助が裏道を駆け下りてきたのは 翌日の午後である。岩は炊事場で名を刻んでいた。慌ただしい足音に包丁を放り出し、表へ飛び出す。八助は真っ赤な顔で息を弾ませていた。六十になると言うが、主人に従って数々の戦をくぐり抜けてきただけあって、足腰が丈夫で、なかなかの甲骨感である。なんぞ、 ありましたのですか岩は咳立てるように尋ねた。宿の飯屋で妙な女が騒いでおりますそうで。妙な女昨日馬屋の陰で見た女を思い出した。粗末ななりをした四重そこそこの女だそうで、昼日中から大酒を飲んで酔っ払い、 大声で喚いておりますとか。「それが今井とどういう?」。尋ねると八助は言いにくそうに口をもって「実はその今井様を呼んでこいと申しておるそうでして」。女はこの界隈のものではないという。飯屋の主が名前を尋ねたが答えない。 思い余った主が中条家へ知らせに来たのだと八助は説明した。うちの旦那様は府中へ出かけております。急ぎのようには間に合わない。そこでとりあえず今井家へ知らせに来た。その人は今井に何の用があると言うておるのですかそれがどうも。八助は首をかしげた。 亭主の敵と申しておるそうでやはりあの女だと岩は合点した昨日殺気を感じたのは間違いではなかった夫が命を奪った者たちの中に女の夫がいたのではないか維新から14年が過ぎているということはあの女はこの14年 一途に夫への恨みを抱き続けていたというのだろうか。背筋にお勘が走った。女の執念が恐ろしい。今井様はどちらにおいでにございますか開墾に出ております。では、ひとっ走り知らせて参りましょう。八助は駆け出そうとした。お待ちなさい。 私が参ります。懸幻な顔をしている八助をその場に待たせて手早く身支度をする。女に会ってどうしようという考えがあったわけではなかった。ただ話が聞きたかった。いつどこで何があったのか。なぜ今頃になってやってきたのか。八助と連れ立って家を出た。 治験が実施されても金谷は近隣の者たちから依然宿と呼ばれている女が管をまいているという飯屋は街道沿いにあり維新前は渡河を待つ旅人用の旅籠だった作り変えた表だけは新しいが一歩中に入るとかつての名残が随所に見られる奥に陣取っております。 岩の顔を見て、天使は囁いた。入り口には、人騒がせな上ば女を一目見ようと、矢じ馬が群れていった。人垣をかき分け、足を踏み入れる。女の罵声が耳に飛び込んできた。うちを誰と思ったんやかんだかく、耳障りな声である。女は奥まった将棋に腰をかけ、 水眼を虚空にさまよわせていた確かに馬屋をのぞいていたあの女である。改めて見ると昨日薄暗い木陰で見た時より5つ6つ老けて見えた。目鼻立ちは整っている。もし若さと明るさがあったらいやせめてこれほどだらしなく酔い潰れてさえいなければ。 案外男好きのする女であったかもしれない。すっきりした顎の線や華奢なうなじ。きりりとした眼差しに、型にはまらぬ魅力がある。何グズグズしてるのや。酒や酒。おかわり言うてるのが聞こえんのか。女はわめいた。店の者たちはおぞけをふるっていた。 台所へ続くのれんから顔を覗かせているだけで近づこうとしないいわは八助の腕を振り切って女のそばへ歩み寄った酔っているせいで女は誰かわからぬらしいなあ酒送くれんか店の女と間違え酒を掲げて催促したこの辺で やめておきなさい。2軒ほど離れたところで足を止め岩はピシャリと言ったなんや偉そうに女はぷいと顔を背けたもう一度ゆっくり視線を戻しておまはん誰や探るように岩の顔を見上げる 今夫の,の妻岩と申します女は目を見張った主人に用が終わりとか私が代わりに承りましょう穏やかに言うすると女の僧帽にゆらゆらと怒りが燃え上がった「うちは今井信夫に用があるのや」今井は 今朝方かから出かけておりますほなどこへ行ったか教えとくなはれその前にお名をお聞かせ願いとうございます岩は真っ向から女の目を見据えた女は眉をつり上げた他の人に名乗る気はおまへん素性もわからぬものに 主人の居所はお教えできかねます。二人は睨み合った。先に視線を反らせたのは女だ。女は調子に手を伸ばした。左右に振り、唇をつけてすすったところで、中身が空なのを思い出す。腹を立て、勢いよく放り投げた。はじめから岩を狙うつもりだったのか、それとも、 酔っっっているのので手元が狂ったのか。直撃こそしなかったが調子は派手な音を立て岩の足元で砕け散った女はなおも酒漬けや皿や箸など手当たり次第に放り投げる投げるものがなくなると将棋に突っ伏して同国したうちはな龍馬の妻や 坂本龍馬の妻なんや。なあ、五章や。五章やさかい、うちの人、返しとくなはれ。号泣しながら女はわめく。拳で将棋を叩き、身もだえした。岩は棒立ちになっていた。 京都で見回り組を拝命していた頃のこと夫は佐々木忠三郎配下の7名の仲間と共に大宮を襲撃坂本龍馬中岡慎太郎を殺害しているその事件は岩も知っていたしかも龍馬の息の根を止めたのは夫だった事件のあと龍馬の骨を断ち 肉を引き裂いて刃こぼれした刀を岩は夫の剣術の師である坂木原健吉に預けているその事実はいまだに岩の胸に重くのしかかっていた戊辰戦争に惨敗して夫が捕らえられ兵部省軍務局旧問所へ投獄された際警視を覚悟したのも龍馬暗殺の戸を受けると思ったからである。 だが、徳舎により出生を許されたこの時徳舎を嘆願してくれたのは西郷隆盛だったその恩に報いようと夫は昨年の西南戦争の際新政府方として出陣しながら西郷方に願返る腹を固めていったこうか不幸か参戦前に勝敗は決してしまったがこの時もいわは夫の身を案じ生きた心地がしなかった さらに言えばこの14年死角の陰に戦々恐々としてきたのもそのためだ岩が抱いてきた不安の大半は夫が龍馬暗殺の下手人であったことに端を発しているだが苦しみもだえてきたのは岩だけではなかったここにもう一人完膚なきまでに打ちのめされいまだに怨念を引きずって生きている女がいる 怒りは消えていた。手記の破片を踏んで、いわば女に歩み寄る。女の肩に優しく手を置いた。おりょうは眠っていた。寝首をかかれたらどうなさいますのでおりょうを家へ連れ帰ると聞いて、八助ばかりか、飯屋の主や村人までが口をそろえて反対した。 岩は聞き流した。八助は根負けして正体なく酔いつぶれたお寮を背負い上げ今井家の離れへ運び込んだそれから数刻お寮は頭痛と吐き気を訴え自分を介抱しているのが岩であることにも気づかぬようだった酔いに任せて二三の問いに答えはしたものの吐き気が収まると再び眠りこけてしまった よほど悲惨な旅をしてきたらしい心身ともに疲労困憊している少なくとも今宵は熟睡するはずだ「領土殿」と言われるそうですよその夜いわは夫に昼間の出来事を話した親からもろう棚は「よしあしのよし」と書くのだそうですが 坂本龍馬様のご妻女となられて以来、龍馬様の龍を名乗っておられますとか、お父上は奈良崎正作様というお医者様だそうで、天保十二年、千八百四十一年のお生まれと言いますから、三十八、わしと同い年だ。はい。 なき後はご実家や姉様のもとへ身を寄せその後は髪型を転々としていたと申します転々としながらも手ぐすねを引いて仇討ちの機械を狙っておったわけだ信夫は深々とため息をついた龍馬暗殺はお上の命によるものだ 当時、信夫は、それが幕府を救う道だと信じて疑わなかった。龍馬は、薩長龍藩の中を取り持つ危険人物だ。個人としての龍馬がどういう男かなどは考えもしなかった。無論、妻女のことも念頭になかった。寺田屋騒動の際、急を知らせ、龍馬を救った女子がおったそうだが、 信夫は眉をひそめたそういえばその女子を妻に迎えたと聞いたそれが領土のやも知れぬ寺田屋騒動は慶応2年1866年であるその頃、信夫はまだ横浜にいた見回り組を拝命 妻子を伴って京へ出向いたのは事件の翌年だった。なれば、龍殿はわずか一年足らずでご亭主を失うたことになります。いかにも。ご維新から十年も過ぎた今になって、両馬殿のご妻女が現れるとは思いもしませんでした。いわも吐息をつく。 お寮は哀れだがかといって夫に非があるとは思わなかった夫は支援で龍馬を殺したのではないもし龍馬が夫の立場なら同じことをしていたはずだ今更恨みつらみを言われるのは不本意だった夫婦はしばし視野にふけった「明朝 領土殿に会うて話してみよう。信夫が言う。い,いえ、なりません。あなた様はうるすということになっております。嘘を言われたとわかれば、ますます怒りが高じます。ここは、私にお任せください。しかし、十四年も恨みを抱いておったのだ。お前が悟したくらいで。 おいそれと引き下がろうか容易には参りますい。なれど女子は女子同士その本が丸く収まります何といたしても私が領殿のお気持ちを鎮めてみせます断言したものの妙案があるわけではなかった何とぞ お願い申し上げます。「両手をついた時岩の頭にあったのはようやく過去のしがらみから解き放たれ一階の村人として汗まみれ泥まみれになって茶畑の開墾に励む夫を二度と苦しめたくないとの一念だった。これは私の一心だと岩は思った。 おりょうの心から怨念を消し去る。と同時に自分自身からも視覚に怯える弱い心を追い払う。遅ればせながらその時が来たのだと思う。さほどに申すなら、領土の殿のことはお前に任せよう。信夫はようやく同意した。明朝は、 いつも通り開墾に出向く手に余るようなら知らせよかしこまりました開墾方の朝は早い夫婦は早々と床に着いた自分を敵と狙う女が別胸に寝ているというのにのぼうは動じる様子がないさすがかつて鳴らした剣客 すぐに穏やかな寝息を立て始めた岩は眠れなかったまんじりともせずどうしたらお寮の怨念を鎮めることができるかそればかりを考えていた <noise> 翌朝夫を送り出した後離れかゆと左右を運んだお寮の姿はなかった ヤグが眠られたままになっている上手にでも行ったのかとしばらく待ってみたが戻らない庭へ出てみたお寮は馬屋に行った生き物が好きなのか一心に馬を眺めている今では老いた馬が一頭しかおりません一日遠出をすれば 三日は休ませねば使い物にならぬのですよ。穏やかに話しかけた。お寮は振り向いた。憎しみのこもった目で岩を見返す。酔いは覚めたようだが、顔色は青ざめ、唇もかさついていた。お加減はいかがですか尋ねた者の,の答えはない。 離れに、かゆをお持ちしました。さ、参りましょう。岩は先に立って歩き始めた。しばらくするとおりの足音が聞こえた。ゾウに凝り固まってはいるものの、逆らう気力はないらしい。離れへ戻るや、おりはむさぼるようにかゆを平らげた。濃度を鳴らして白を飲み干す。 幾多の修羅をくぐり抜けてきたために人が変わってしまったのかもしれないがそれにしても医者の娘に生まれ武士の妻になった女とは思えぬ無作法な態度だったお陵が朝げを終えるのを待っていわは改めて挨拶をした「陵殿は私の夫に遺恨を抱いておられるとかなれど お寮はこめかみに青筋を立てた「逆恨み!?」「夫は幕名に従ったまでのこと恨むなら旧幕府を恨むべきではありませんか」「ようもさような」お寮は顔をゆがめた正々堂々と戦うたならまだしも 今井ののはやちを仕掛けたのや無抵抗なものに大勢で襲いかかってナマスのように切り刻んだのや誰の目やろうが関係あらへん龍馬の最後の様子を知った時維新のずっと後になってからだが岩も旋律を覚えたなんとむごい。 夫の立場は分かっていても不快感は拭えなかったお寮の怒りは最もであるだがここでうなずくわけにはいかなかった戦とはむごいものです冷然と言い放つご威心ではあまたの爆心が命を落としました今井も幾度となく死にかけました 殺すか殺されるか、さような時に、正々堂々とは、少子千番です。そんなら、暗殺には一点の日もないと、わびる気はないと言わはるのやな。お気の毒だとは存じます。二度と会ってはならぬことだと思います。ですが、わびるつもりはありません。 詫びることは、夫の非を認めることになります。お寮は息を弾ませた。僧帽にメラメラと殺意が燃え上がる。なんでうちをここへ連れてきたのや酔いつぶれておられたからです。縁あるお方ゆえ、お話もしとうございました。 お話おりょうは、ふんと鼻を鳴らした。話も減ったくれもあるかい。おまはんぞと話したって、どうもならへん。今井の居所を教えとくなはれ。今井におうて、どうなさるおつもりですかあだを打つのや、他に何があるのや。おりょうは、 そのためにはるばるやってきた。どうあっても引き下がる気はなさそうだ。岩は思案した。夫は直進陰流の剣客である。お寮が真っ向から挑んで勝てる相手ではなかった。闇討ちには闇討ちで報いようと企んでいるのではないか。そのこと自体は恐るるに足らなかった。 武芸の心得もろくになくおまけに手らんでなおかつ疲れ果てたお寮が夫に不意打ちを食らわせようとしたところで守備よく志を遂げられるとは思えない夫はつけいる隙を与えないだろう岩の不安は別のところにあった一昨日の深夜石垣の脇に佇んでいた夫の背中がまぶたに浮かぶ お寮が面と向かって仇討ちを挑んだとしたら夫はどうするか人一,一倍忠義を重んじ心根の優しい夫であったまともに勝負に応じお寮を討ち果たすとは思えないいわば夫の心底に後ろめたさが潜んでいるのを感じることがあった見回り組の資格として暗殺した薩長の藩士や 母親戦争で殺戮した官軍の兵士への後ろめたさではない。同戦争で死んでいった仲間や、恩に報いることのできなかった西郷隆盛への後ろめたさだ。捨てたつもりでも捨てきれないものが夫の中にはあるのではないか。もしそうなら、夫はお寮に、己の命を差し出そうとするかもしれない。焦燥がこみ上げた。 「何としてもお寮を夫に合わせてはならない」「このままどこか遠くへ行かせる手段はないものか」「主人は東京へ参っております」「仇を討つと仰せなら居所を書いて差し上げましょう」「東京と聞いてお寮はひるんだ」「露銀もそこまで歩く気力もないらしい」 うちを追い払おう言うのやな。おりょうは唇をゆがめた。その手には乗らへんで。ここで待たせてもらうわ。今井はいつ戻るのや。ひとつきと言いおいてまいりましたが、新政府からの呼び出しゆえ、ふたつき、みつきかかるやもしれません。岩は 落ち着き払って答えた。お寮がうろたえるのを見て膝をすすめる「の殿陵殿がご亭主を殺され今よ恨むお気持ちはようわかりますもし私が誰ぞの手にかかれば主人も同じ苦しみを味わうに相違ありません」。お寮はけげんな顔をしたいわは、 ここぞとばかり先を続ける。今井は腕が立ちます。領殿に勝ち目はありません。まこと報復したいと申されるなら、今ここで私を殺してお逃げなさい。お領は目を見張った。無論、黙って殺されるつもりはありません。今井に代わって私がお相手をいたします。 正々堂々と戦って龍馬様のお恨みを晴らすのです。賞賛があったわけではない。二人はどちらも小柄で似たような体格だった。旅の疲労がある分お龍は岩に劣る。がお龍には燃えたぎる憎悪と殺意があった。気迫では岩より勝っている。戦力は互角。 勝敗はいずれとも言えない。だからこそ、いわば勝負を挑んだのである。あらかじめ決めていたわけではなかったが、私の維新と思ったあの時から、心のどこかでこうなることを覚悟していたような気がする。いかがですか殿方の戦は終わりました。今度は、 私ども女が勝敗を決する番ですお寮は思案しているようだったしばらくして顔を上げる武器は刀槍担当寮殿の,の仰せのままにそんなら担当がええわ 岩はうなずいた武家の女のたしなみだ多少の心得はある相手の息の根を止めるか出なければ相手が降参するまで勝負を続けますただし勝っても負けてもこの後は怨恨を捨てるとお約束願いますよろしおすそうや 立ち会いはあだうちはごはっと。いずれかが死ねば、どの道残った者は罪を問われることになりましょう。立ち会いなど無用。それより、意思をしたためておきましょう。万が一の時、多少なりと役に立つはずです。ここへは、めったに人が来ない。おそらく、 真っ先に事の次第を知るのはのぼうだろう。夫ならうまく後始末をしてくれるはずだ。話は決まった。二人は洗い場で身を清め、衣装をしたためた。鉢巻きをしてたすきをかけ、それぞれ身支度をする。担当は岩が用意した。切れ味を確かめ、一本ずつ選ぶ。 決戦の場所は竹取と沢の間の一角とした奥まっているので万が一誰かが家を覗いてもここならわからない無我夢中で身支度をしている時は平静だったがいざ担当を手に退治してみるといわば事の重大さにおじけづいたこれは真剣勝負である殺されるか殺すか 勝てば犯罪者だおめおめと生きてはいられまいどの道、待っているのは死だ何故かようなことになってしまったのか心底恐ろしかった足元から震えが這い上がってくる恐怖を吹き飛ばしたのはお寮の吸収だったお寮は殺意をみなぎらせ 一気に襲いかかってきた。初めて見たとき連想したように、それは山猫の素早さだった。岩はかろうじて、お龍の一撃をかわした。次の瞬間、考える前に反撃に出ていた。お龍への憎悪が燃えたぎっている。不思議なことに、憎悪はわけもなく溢れてきた。お龍が月を繰り出し、岩が身をかわす。 おりょうの刀を振り払い、今度は岩が突きを入れる。せめぎ合い、刃を合わせて睨み合い、飛び去っておいて、気合を込めて振り下ろす。かすり傷を負えば殺意は倍増し、かわされたと思うや、悔しさに歯ぎしりする。いつの間にか、二人はアシュラのような形相になっていた。おりょうの腕に血がにじみ、岩の太ももから血が滴り落ちる。 戦とは、こういうものだったのかと、いわば初めて実感した。敵に顔はない、人格もない、あるのはただ敵という存在そのものである。それだけで憎い。自分のように柔和で、物心ついてから一度として声を荒げたことがなく、親にも夫にも従順に従ってきた女ですら。 戦は殺戮者に変貌させる魔力を持っていた一瞬の隙をついてお寮の担当が岩の肩をえぐったが岩も負けてはいなかった激痛をこらえお寮の担当を振り払う担当は宙を飛んで沢へ落ちたお寮は獣のような声を上げ飛びかかる二人は担当を取り合い地面に転がって揉み合った お寮が奪い、岩が奪い返し、お寮がひったくろうとして手を滑らせた。岩の担当も沢へ落下する。すでになった二人は、獣とかしひっかき合い、殴り合い、髪を引っ張り合った。どちらが先にへたばったのか。我に帰ったとき、岩の目の前にお寮の顔があった。 血と泥で見る影もない自分の頬に触れてみる同じように血と泥がべっとりついていた岩はそろそろと身を起こした体の節々が痛む左の肘がしびれ肩先にも右の太ももにも激痛があった頭が重く吐き気がして 口の中に血の匂いが充満している。砂と血の混じった唾を吐き出したとき、お漁が目を開けた。顔をしかめ、う,うとうめく。いわお漁に手を添え、上半身を引き上げてやった。二人は、放心したように顔を見合わせた。 次の瞬間、岩は自分でも予想外のことをした。ふっと笑みをこぼしたのである。その表紙に頬が引きつり、顔を歪める。すると、これも予想外のことに、おりょが声を立てて笑った。笑おうとして笑ったわけではないらしい。意外そうな顔をしている。 気がつくと象は消えていた体の底かしこがいたものに心は晴れ晴れとして羽が生えて飛んでいきそうな気分であるお陵も同様らしつきものが落ちたような顔で岩を眺めている陵殿岩様 おや腕から血が岩様も血だらけそれよりまあひどいお顔岩様こそお岩さんのようやわ2二人は同時に吹き出した際限なく笑いがこみ上げてくる体はあろうて 薬を塗りましょう。ひとしきで笑った後、岩は言った。それより、お腹がすいたわ。そういえば、私も、なんぞおいしいものを作りましょう。そんなら手伝います。うち、はたごの台所にいたことがありますのや。これでも、上手や言うて褒められました。 二人は洗い場で手足を洗い、むさぼるように水を飲んだ。絞った雑巾で体を拭き、傷の手当てをして、新しい子育てに着替える。炊事場に入って昼毛を作った。たった今、殺し合いをしていた者同士が茶の間で向かい合い、箸を取り上げるのは、 妙な気分だったこうして向きをてみると岩様はおとせ藩によう似ておられます箸を運びながらお寮は人懐っこい笑顔で言った「おとせ藩へえ寺田屋のおとせ勢藩どすうちエルをかわいがってもらいました」。 若い頃のお漁落ちぶれる前のお漁は天真爛漫で愛嬌のある娘だったに違いない夫を責める気はさらさらなかったがそのお漁をうまで変貌させた不運を思い岩の胸は痛んだこれもお食べなさい自分の魚の煮つけを皿ごとお漁の前へ押しやる しばらくここにいてはどうかと進めたが、おりうは首を横に振った。今井に会うたら、せっかく静まった虫がまた暴れ出すかもしれまへん。夫は東京へ出かけたとごまかしている。いわにしても、今更嘘だったと打ち明けるのは不安だった。そのことでまた事態がこじれる心配もある。 別れがたい思いはあるものの、それが一番良いと岩もうなずいた。岩とおりは街道ですれ違った旅人だ。長い歳月抱いてきた怨念も、たった今芽生え始めた行為も、憎をや殺意でさえも、所詮は移ろいゆくもの、通り過ぎてゆくものだった。だからこそ、 人は戦を繰り返し敵になったり味方になったりしながら過去を切り捨てて平然と生きてゆけるのではないか岩は胸の内で両手を合わせお料の幸せを祈った橋の欄干を夕日が赤く染めている数年前まで 我が物顔に振る舞って旅人を一喜一憂させていた大井川は今や蓬莱橋に頭を押さえられ柔和な顔を見せていた橋はないだ川物上に緩やかな弧を描いている対岸のたもとは見えない橋の手前で岩はお漁を見送った後ろ姿が次第に小さくなり すっかり見えなくなると鼻の奥がじんと熱くなり涙がこぼれた「お神様背後で声がした慌てて涙を拭う八助が人の良い笑顔を浮かべて立っていた何事ものうてようございました」「橋の彼方を透かすように見て 顎をしゃくる。今のは昨日の妙地麒麟な女にございましょう。横須賀に知り人がおられるとかそちらへ参られるそうにございます。島田府中江尻富士箱根を越えて横須賀大名行列が行き交い武士商人。 旅芸人から教場持ちまでさまざまな人々が往来した東海道の宿場町をお寮も今たどっていこうとしている宿場だがすでに町や村に変わっていた維新に関わる一連の出来事も日に日に遠のいているお寮は橋を渡った 再び髪型へ戻る日はもはやあるまい。八助さんはどちらにおいでになるのですか府中、いや静岡まで旦那様をお迎えに参ります。中城様も皆様のお世話でご辛労にございますね。よろしいお伝えくださいまし。新郎といえば。 今井様でございますよ。村に根を下ろすため、何ぞ地元に役立つ仕組みを作ろうと策を練っておられるそうで。さようですか。私は何も聞いておりませんが。めどがつくまでは黙っておられるおつもりなのでしょう。それではここでと、八助はぺこりと辞儀をした。 きびすを返そうとして、いわのぎこちない歩みに目を止める。おけがでもなされたんで。いいえ、いわは笑みを浮かべた。ごいしんの、おき土産げです。きょとんとしている八助に、えしゃくをして歩き出す。夫は生まれ変わろうとしている。お領土のも。 この私も橋を渡った者も橋の手前で引き返した者もそこからまた新たな道へ足を踏み入れるのだ家路をたどりながら岩は胸の中で白く果てない道を思い描いていた」。